今4月19日の昼の1時前なんですけど、まあ朝ブラボスでレオンっていうレオンにあるチームですねのチームの方から、まあ、知り合いの方を通じて、練習生で今開幕前でロースターが、まあ、外国人枠とかロースターがいっぱいということで、まあ、練習生として、まあ、うちのチームに来ないかという状況です。で明日早速レオンに飛行機で出したいと思います。頑張ります。あ、レン君も一緒にレオン行きます。日本ではなかなかキャンプ前に契約がなくなるということは考えづらいんですけど、まあ、世界は広いんで、まあ、いろんなことが起こると思うんですけど、それも含めて頑張っていきたいと思います。バモス。皆さんBuenos días。今メキシコは4月20日朝の10時58分です、今から練習生として契約していただけるブラボスデレオンというチームに飛行機で1時間ちょっとで行きたいと思います。荷物はこんな感じです。見えるかな。行ってきます。まあ、メキシコでは、まあ、いきなりカットとかリリースとかっていうのは話は聞いてたんで、まあ、覚悟した上でメキシコに来たわけなんですけど、やっぱり絶対来なきゃ分かんない、来てみなきゃ分かんない感情だったりっていうのは絶対にあると思うんで、まあ、日本では経験できない。なんで、まあ、そういう自分の感情とか今感じていることとかを大事にしながら今後の野球人生の糧にしていきたいなと思うし、まあ、リリースされましたけど、皆さんが思うよりそこまでダメージ来てないというか、今までのメキシコついて2ヶ月弱ぐらいは、まあ、自分の人生においてもとても濃い時間だったし、内容のある充実した毎日だったんで、そういう日々を送れたってことはすごい幸せなことだし、これからまた、来てもいいよと必要としてくださる球団がまだメキシコにあるってことが何より幸せなことなので、またそこで、ね、まあ、簡単な戦いではないと思うんですけど、まずは試合に出る、今日スタイリーするっていうのを目標に、その先を見据えてまた努力を重ねていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思います。メキシコシティ離れるのはすごく寂しいですけど、本当にチームメイトも、ね、チーム関係者も本当に素敵な人ばっかで、僕が今までいたチームの中でも上位に入るような素敵なチームだったんで、本当に彼らと野球ができなくなるっていうのがやっぱり今一番寂しいですね。野球を仕事にしている以上、まあ、出会いがあったり別れがあったり、まあ、いろんなことがあるんですけど、
どんなことも僕を強くしてくれて、どんな経験もどんな体験も、うん、